ただひたすら待ち続けていた。ようやく会えたな、ユイ。俺がそばに寄ると、シンジを傷つけるだけだ。だから、何もしない方がいい。シンジが怖かったのね。自分が人から愛されるとは信じられない。私にそんな資格はない。ただ逃げてるだけなんだ。自分が傷つく前に世界を拒絶している。人の間にある形もなく目にも見えないものが怖くて心を閉じるしかなかったのね。その報いがこの有様か。すまなかったな、信じ。